こんにちは、ケイズキャッスルのケイコです。今日は冬のリンダーホーフ城をご紹介します。こんにちは、ケイズキャッスルのケイコです。ケイズキャッスルのお城チャンネルでは、ドイツを中心にヨーロッパのお城、古城ホテル、その周辺の観光地のご案内をしています。どのガイドブックにも載っているこの城やあのお城、どのガイドブックにも載っていないとっておきの古城や、優雅でロマンチックな時間を過ごしていただける最高級古城ホテル、お城の廃墟や城跡を利用した宿泊施設など、お城の魅力は本当に尽きるところがありません。実際に現地に行かないとわからないような、そういった現地の情報もたくさん取り込みながら、皆さんに楽しんでいただける動画をどんどん発信していきたいと思います。動画を気に入っていただけた方はぜひいいねと、次の動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。それから皆さんにもっといい動画をお届けするために、ご意見やご感想などこちらのコメント欄にたくさん記載していただけると嬉しいです。それでは夢のお城の世界を引き続きお楽しみください。今日は冬のリンダーホーフ城をご紹介したいと思います。雪化粧したリンダーホーフ城もとっても素敵じゃないですか。実はこのリンダーホーフ城は標高約1000メートルのところにあって、とても寒いです。夏のリンダーホーフ城はまた別の動画でご紹介していますので、よかったらぜひご覧ください。都会の喧騒を離れて、この大自然の中でゆっくり時間を過ごしたかったルードヴィヒ2世の気持ちもなんとなくわかるような気がします。こちらのお城は夏の城だけあって、壮大なお庭が整備されているんですけれども、それだけではありません。ここのリンダーホーフ城なんですが、ルードヴィヒ2世がバイエルン州で初めて電気を引いたのもこちらなんですね。電気を引いた理由というのが、ワーグナーのオペラを上演するための洞窟の中に照明が必要だったからというふうに言われているのですが、バイエルン州に初めて電気を引いた彼の功績も、称えてもいいのかなと。こちら夏の城ではあるんですけれども、電気も引かれていて、水洗設備もあり、それから暖房設備も整っていました。ですので、こちらの、お城なんですけれども、冬でも住むことができました。ルドヴィヒ2世が亡くなる最後の数ヶ月間は、一月の半分ほどこちらのお城で過ごしたと言われているので、彼の大のお気に入りのお城だったとも言えます。実はこのお城はパリのベルサイユ宮殿やビザンチン宮殿のような、そういったイメージを思い浮かべていたようでもあるんですけれども、結局はこの可愛いですね、夏のお城に落ち着いたみたいですね。こちらのお城でもう一つ有名なのは、とても壮大なカスケードです。こちらの私が今座っている丘の上から、お城の前にある噴水まで、それから向かい側の丘からお城の裏側までですね、とても素敵な噴水や滝が整備されています。こちらのお城は標高1000メートルほどのところにあって、夏の湿気と冬の寒さでいろんなものが傷みやすい環境にあるんですね。ですので、こちらのカスケードも今実は修理をしていて、2024年までかかるということなんですけれども、それまでの間大変大掛かりな修理をしているようです。今は冬なので少しお休みしているみたいですね。リンダーホーフ城の敷地は大変広くて、何時間も散歩ができるようになっています。冬でもちゃんと除雪がされていて歩けるんですけれども、今日みたいに氷点下5度ぐらいになってくるとですね、アイスバーンになっていて結構つるつる滑って危ないので、ちゃんとしたですね、滑らない靴でお越しになることをお勧めします。ちなみにアイスバーンっていうのはドイツ語なんですよね。ご存知でしたか？実はですね、今朝衝撃の事実に気づきました。こちらのリンダーホーフ城、ルードヴィヒ2世が建てさせたリンダーホーフ城なんですけれども、私はずっとロマンチック街道沿いだと思っていたんですね。なぜかというと、同じロマンチック街道沿いにあるウィースの巡礼教会、世界遺産にもなっているウィースの巡礼教会からとても近いからです。ただ厳密にはこのリンダーホーフ城のあるエタールという町はロマンチック街道には乗っていなかったんですね。ずっとロマンチック街道沿いだと思っていたので、衝撃の事実でちょっと恥ずかしいという感じなんですけれども、いずれにしろロマンチック街道の終点付近、フュッセン、
ノイシュヴァンシュタイン城、ウィスの巡礼教会を訪れられる際には、こちらのリンダホーフ城にもぜひ来ていただきたいと思います。ロマンチック街道には載っていないけれども、とっても素敵な場所です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日は雪化粧した冬のリンダホーフ城をお届けしました。動画を気に入っていただけた方はぜひいいねと、次の動画を見逃さないためにチャンネル登録もお忘れないようにお願いします。皆さんにもっといい動画をお届けできるように、ご意見やご感想などこちらのコメント欄にたくさん記載していただけると嬉しいです。それから夏のリンダホーフ城をご紹介している動画もリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。今日は冬のリンダホーフ城をご紹介しました。動画を気に入っていただけた方はぜひいいねと、次の動画を見逃さないためにチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。